やっぱすげえな、モナドは。鬼神兵をぶった切るだけじゃなかったんだ。ライン、一つだけ分かったことがあるんだ。え？僕が見る未来は決定された運命なんかじゃない、警告みたいなものなんだと思う。警告？そう、何もしなかったら、何もできなかったらこうなるぞっていう警告だったら、僕はこの力を使って未来を変えてみせる。そうだな、その力をうまく使ったらきっと喜んでくれるさ、フィオルンも。うん、さあ行こうぜ、巨神の膝まであと少しだ。